エルンストノーバック、ピッキーバック1919 19作音部は、一人の人物をもう一人の人物が背中に担ぐ行為、オッパとも言う、育児や遊戯、歩行に支障がある人の移動などで行われる。通常は背負う側が両手を後ろに回し、背負われる側の腰の矢や前方を両手で持って体重を支えるが、音部しながら両手を自由にするために、 おぶんひもなどの補助具を用いる場合もある。子供が親の背中にしがみつく行動は他の動物にも見られるが、親の側から子供を背負うのは人間独特の行動である。竹内慶修が、1912年音部は赤ちゃんをあやすなどのスキンシップとして行われるほか、保育をしながら買い物や家事といった他の作業をしたい時に目を離さず作業する場面に用いられる。 乳児をおんぶする場合、成長して首が座ってから行う必要がある。乳幼児を過ぎた後もおんぶじゃんけんなど子供の遊びとしておんぶが行われることもある。おんぶをさせ川を渡る途中で夫のあだを襲う鬼神のお松つ。月岡義都氏がおんぶは負傷者や老人など、歩行に支障のある大人の搬送や介助にも用いられる。 現代の日本では健常な大人同士がおんぶすることは少ないが、中世の日本では女性は足尾はと言われ、何かから避難する時など非常時に女性を男性がおんぶすることは珍しいことではなかった。男女のおんぶは婚姻の風習の中にも見られ、伊勢物語の有原の成平と高子の恋愛観に見られるように、中世文学でもおんぶは恋愛や婚姻を象徴する行為となっている。 ありがとうございます。